さん、少しお足を乙女になって弾いていってください。今からありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。橋本代表も参りまして、吉村博文もこれからの大阪市政への熱い思い語らせていただきます。橋本代表、第2ステージへの熱い思いも、大阪維新の会への熱い思い語らせていただきますので、ぜひ皆さんお足をお止めになってこちらで聞いていってください。そしてぜひ今回のダブル選挙への投票行動につなげていただきたいと思います。皆さん、まもなく大阪維新の会の街頭演説、この天芝の北側で開催させていただきます。ぜひご参集賜りますようによろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。本日はですね、ここ天芝映えさんにおきまして、大阪維新の会橋本代表、そして吉村大阪市長候補予定者によります街頭演説会を始めさせていただきたいと思います。まずはじめに、地元大阪一区選出井上秀隆衆議院議員よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。天芝前の皆様方、こんばんは。現在大阪府知事選挙が告示をされまして、まずは府知事選挙、今日は来てませんけれども、松井一郎に皆様方から清き一票を投じていただきたいと思います。そして大阪市長選挙におきましては、隣、今日は来てます吉村博文、大阪市長選挙候補予定者であります。明日から告示される大阪市長選挙には、ぜひとも橋本イズムを継承している、そして関前前市長の改革イズムも継承しているこの吉村博文に、ぜひとも皆様方からの温かいご支援、ご声援を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。この天芝の状況を見ていただくだけで、この4年間の橋本市政の頑張りというのが、もう如実に分かっていただけることかと思います。この4年間の橋本の頑張り、もちろん我々大阪維新の会の政治が 100% 正しかったというふうに、我々はそんなふうには思っておりませんけども、一度壊さなければならない古い体質、そして古い慣例、そういった壊さなければならないものを壊すためには、やはり彼ほどのエネルギッシュで元気な、そういう政治家、大阪市長がやはりこの4年間は我々は必要だったというふうに思ってます。しかし今度、次の4年間というのはスクラップ&ビルド、次はビルドの4年間だというふうに我々は思ってます。そのためには、この吉村博文がしっかりと我々大阪維新の会の欠点を補ってくれる、そういう4年間の市長としての政治を必ず皆さん方に行っていただき、この天芝のような含めて、今まで大阪でできなかった、そういう新しい大阪、そして東京に負けない、そういう大阪を我々作っていくために、自信と責任を持って吉村博文を今回の市長選挙に候補予定者として我々擁立をさせていただきました。それでは早速ではありますけれども、吉村博文からの熱いお訴えをお聞きいただきますようによろしくお願い申し上げます。